玉木恵美は、日本の研究者、琉球大学工学部知能情報コース教授。博士、H2 リットル創業者、1984年沖縄県生まれ、2006年、琉球大学工学部情報工学科卒、筑波大学大学院システム情報工学研究科。 東京大学大学院学際情報学府でロボットやヒューマンインターフェースの研究を行う。2011年ハンドジェスチャ入出力技術とその応用に関する研究で東京大学博士。アメリカのディズニーリサーチ社東京大学大学院総合文化研究科早稲田大学理工学術院准教授を経て2021年4月より、 琉球大学工学部知能情報コース教授。2012年、東京大学大学院で、歴本純一研究室に所属し、ヒューマイコンピューターインタラクションを研究していた、岩崎健一郎と共に、H2 リットルを企業。体そのものを、情報提示、デバイスにする、ポゼスアドハンドが2011年、タイム誌の、ザ・50ベスト・インベンションズに選出される。 2017年、外務省 WINDS 大使に任命される。ABH2 リットル株式会社主任研究員、早稲田大学人間科学学術院助教、玉木恵美、世界的発明は、どのようにして生まれたのか体と経験を共有できる、夢の装置ひたちソリューションズ、平成の世に侍を探して、第117回。ありがとうございます。